時々によっていろいろ変わりはするんですけど、基本的には、自然物と機械的なものを合体させて、その自然物を強調させたりとか、それについて、自然物について知ったりとかをするような作品を作ったりしています。いかに物を作らずにして作るっていうところを考えたりもしてたんですけど、あとは、自然物の対話みたいなところを考えて作りました。で、作り方としては、この木に結構クモの巣が張ってあったんですね。で、それを見て、あ、クモってこういうところに巣を張るんだ。こういう形に巣を張るんだと思って、じゃあこの木をちょっと自分なりにトレースしてみよう。で、その今この黄色い蛍光色で引いてある線が自分がトレースした形なんですね。で、そのトレースした形を、金属に置き換えて、で、さらにこれに雲に貼らせるっていう。だからどっちかっていうとその自然との対話、なんとかして対話できないかなみたいな、キャッチボールができないかなっていう試みで作りましたね。